こんにちは。全国の高齢者の方々のことを勝手に心配している青空春子です。地声では恥ずかしいので文明の力を使って喋っています。今日はスマホの種類のお話をさせていただきます。スマホのことがさっぱりわからないという方がいらっしゃったら、よかったらご覧ください。私のようなスマホ初心者レベルのものが、スマホ超初心者とでも言うべき母へ説明しているので、それなりの説明だなぁ、と思ってみてくださいね。私の母は、一人暮らしの80歳です。母は、スマホのことがよくわからなくて困っています。それでわからないことがあると私に聞いてくるのです。私もそれほど詳しくないのですが、私よりも母の方がずっと困っているようなので、できる範囲で調べたりして、わかったことを伝えています。母とお友達は二人とも一人暮らしで、それぞれ子供が用意したスマホを使っています。二人は、スマホ初心者同士、情報交換したり、教え合ったりしているようです。そうしているうちに、母は二人のスマホが、なんだか違うぞと感じたようです。それで、この違いは何なの、と私に聞いてきました。結論から言うと、母は iPhone を使っていて、お友達は Android スマホを使っているのです。私は、そのお友達には、以前スマホの件で、会ったことがあるので、二人のスマホが、違うことは、わかっていました。私は母が、なんだか違うぞと感じたのは、そのせいだと推測できました。母に、二つのスマホの違いを、一度に説明しても、頭が混乱すると思いました。まずは、母が使っている iPhone について説明することにしました。そもそも、スマホは大きく分けて、二つの種類があるの。何の違いで分かれているのか、というと、脳みその違いなのよ。お母さんが使っている iPhone の脳みそは、iOS というの。iPhone の脳みそは iOS。母はそんな言葉覚えられないと言いました。が、ちょうど母の名前は愛子というので。愛子の iPhone の脳みそは iOS。全部愛で始まるからそう覚えたらいいよと話しました。愛子の iPhone の脳みそは iOS。愛子の iPhone の脳みそは iOS。それから、もう一つ知っておくといいのが、自分のスマホが iPhone だ、と、どうやって判別するのか。それは、スマホに、かじったリンゴのマーク、があれば、それは iPhone だということなの。リンゴは、英語でアップルと言うでしょ。iPhone はアップル社という会社が作ったスマートフォンなの。だから iPhone にはリンゴのマークがあるのよ。そして iPhone の脳みそである iOS を作ったのもアップル社なの。日本ではそのアップル社の iPhone を使っている人が多いみたい。だから iPhoneという言葉をよく聞くのね。母は、ふう、そうなんだ、と納得したようでした。それじゃあ、またねお母さん、と言って電話を切ろうとしたら、春子、ちょっと待って。お母さんが知りたいのは、安藤さんのスマホと、お母さんのスマホ、何が違うの？ってことなのよ。と母。あ、そうだった。お友達の安藤さんのスマホ。
安藤さんのアンドロイド。その説明をしないといけなかった。でも今日はここまでで、続きは次にしましょう。